いやあ、刹那圭介だよ。箱庭の歌、テトラストライク。ロード、やっていきたいと思います。前回のあらすじ。準々決勝ともに、夏雪のおかげで僕たちは勝ち進む。次は決勝だ。あ、ちゃうな。え、準決勝、あ、決勝だ、トンカ。一方、森崎たちは。いやあ、そんな、あ、この辺、前回見たっけ？いやあ、そんな強い球じゃ取れないです。いや、見てないな。おっと、少しは手加減してあげないとね。おっと、点取られちゃったね。わーい、キャピ。わあ、マリンちゃんめちゃくちゃ猫かぶってる。裏の顔とは、こういうタイプって大体裏の顔が暗黒ですよね。あはははは、これはなかなか強敵だな。うわぁ。チームメイトからも反感を買うような猫の被り方してるね。大丈夫かな？森崎、勝つためなら何でもやるな。まあ、そのくらい貪欲じゃねえと俺の相手は務まんねえよ。そういう感じで森崎たちも決勝まで上り詰めてきた。というわけで次は決勝。夏雪と、涼介のチーム男の子対、あ、そういや、コラミたちのチームってなんて名前なんだろう。チーム、爽やか3組でいこう。チーム、爽やか3組って予想しとこう。絶対違うな。NHK だよ、そんなん。爽やか3組。ふっ、とうとう、この日がやってきました。今日があなたの命日です、お兄さん。兄を殺す気か、未来の兄を殺す気か。ぐっ、返り討ちにしてくれるわ。さて、いよいよ決勝戦である。懐かしいな。でね、爽やか3組が懐かしいっすね。俺あんま見てなかったけどね、名前だけ覚えてるよ。 NHK でやってたね。決勝戦、球技大会も終わりが近づいてきております。作戦を考えよう。どうしたの、次。え、珍しいな、作戦考えるなんて。これまでにご利用してやゆったんちゃうん。決勝戦間際、夏雪が急にそんなことを言い出した。今さら作戦って。今まで通りに夏雪が全力出しておけばとりあえず負けることはないだろう。いいから考えようぜ、作戦。作戦でどうにかしようとかそういうのじゃなくて、とりあえず作戦考えておこうっていう、作戦考えることがメインになっとるな、これ絶対。だからなんでだよ。作戦とかかっこいいじゃん。やっぱりそういうタイプか。かっこいいなら何でもやるタイプですね。まあそんなことだろうとは思ってたけど。俺思ったんだけどさ、さっきまでの試合みたいに2人でブロックに行ったらダメだと思うわけだよ。確かにブロックできなかったら終わりだしな。ということで、作戦その1、相手がスパイクを打ってきたのは時はどっちかがブロックに行く。あ、選択肢出てきた。え、これ結構重要かもしれんぞ。勝ち負けに関わってくるかもしれんぞ、これ。あー、どうしようこれ。どうしようこれ。どっちがいいかな、どれがいいかな。どっちも行かないってことはないと思うけどさ。俺と夏雪どっちが行けばいいかな、ブロック。皆さん、視聴者の皆さん、どうしますこれ。ブロックに行くのは自分か、夏雪か、それとも行かないっていう選択肢もあり。裏書いてさ、この辺にさ、3つ目のボタン作ってさ、両方ともブロックに行くっていう選択肢あったりするけどね。夏雪の顔面サーブが見てみたい。顔面サーブ。あ、つまりブロックは自分ってことですね。涼介がブロックですね。了解しました。でも夏雪運動神経いいんで顔面サーブなんかしませんよ。自分。それじゃあ僕が行くよ。外したとき、夏雪の方が対応力あるだろうし。了解。お前が外しても絶対俺が取ってやるから任せとけ。じゃあ、もういい？いや、もう一個作戦を立てよう。まだあるの？この試合、俺は左右どちらかの手を封印しようと思う。お？それまたどうして？それ、作戦じゃなくてハンデじゃん。そうや。そうやな。なんで片方を封印するかわからんけど。ちげえよ、よく聞け、ロースケ。あえて自分を追い込むことで、戦力以上のポテンシャルを引き出すって話だよ。何の漫画の話しちょんかわからんな。なんかの漫画の話でもしちょんかな。
わからんよ、涼介。涼介じゃないわ、名付け。聞いたことがあるだろ、そういうの。そんな余計なことをしなくても勝てるだろ。いいから早く決めろよ、右か左か。僕が決めるのかよ。そうだよ、名付け、お前が決めればいいやん。名付け、右利きかな。だったら普通は右、あえて右封印して左とかあるんだろうかな。まあ、夏雪のことだ。思い込み次第で本当にいつも以上の力を出すかもしれない。これ以上さらに強い力出せるってなったらえげつないぞ。あのサーブ、前回のサーブなんかえげつなかったぞ。あ、これも俺が決めるんだ。選択肢まだ出てきた。どうするどうするこれどうするこれどうするなにこれ、ここまで決めなあかんかね。右手と左手なんか違うんかな、これ。展開変わってくるんかな。視聴者さんどうする、右手と左手やって。あ、どうします、右手と左手、右手と左手どっちにする、右手と左手どっちにする、右手と左手でどっちにする、ってトゥ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 、右じゃなくて左よりかは右の方がやっぱり左手で。なんじゃそれ。じゃあ左にしますね。左手か。多分夏雪も右利きだと思うよな。多分やけどね。あのサーブ打ちようとこ見たことないけんわからんけど、多分ね、左にしとこ。制限するならせめて左にしよう。利き手はリスクが高すぎる。あ、やっぱ右利きなんじゃ。まあそうだな。さすがにこの俺も右手なしで今のあいつらに勝てる気はしないぜ。なるほど。ということで試合開始。トロフィーはどちらの元に。トロフィーがあるか知らんけどね。おりゃ、ブロック、甘い。おっと、そうはさせないぜ。作戦通り涼介ブロックに入る。入ったな。行け夏月。よっしゃ、クロイヤー、ズバーン、やる。あ、そうか、夏雪が最初の1回目タッチするってことは涼介が上げて夏雪が打つ形になるんだ。あ、やっぱこっちの方が良かったんだよ。選んでくれた方がそういう意図で選んだかは知らんけど、涼介がブロックって言えば理にかのっとったかもしれん。一瞬だけ出てきた。コラミちゃん一瞬だけ出てきた。なんか可愛らしい出てき方したけど、ちょっと不遇やな。最近コラミちゃん不遇やな。なんか、こういうちょっとだけメインキャラなのにちょっとだけしか出てこん。なんか萌え先の方がメインにみたいに見えてしまうもん。15対6でチーム男の子の優勝、勝っちゃった。あ、よっしゃー。あ、これさ、一旦ここでセーブしますね。セーブして、あえてロードしてもう一回選択肢変えてやってみましょう。これちょっと気になるわ、負けるんかなってちょっと気になるんで、ちょっとやってみますね。はい、戻ってきました。あれあれ、なんか夢でも見よったんかな、なんか夢でも見よったんかな、なんかさ、なんかちょっと直前のことが曖昧だな、なんか曖昧やな。あ、なんか森崎、こんなキャピキャピしてる森崎、なんか見たことある気がする。あー、猫かぶってるな、みんな。味方ですらなんか、反感を買ってる感じになってる。バーイ。あ、なんか作戦。あ、なんか夏雪2つほど作戦考えようとか言おったな。あれ本当に言おうでも。あ、じゃあ夏雪ブロック飛んで。なんで夏雪さ、制限するとか言うん。え、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと変わってる、内容変わってるよ、内容変わってる、ちょっと待った、内容変わってますやん。耳と鼻ってなん、どういう話で耳と鼻なったんや。ちょっともう一回やらせろ、もう一回やらせろ。気になるわ、文章気になるわ。待って、選択肢変わってる、右手と左手の話じゃなかったん。ちょっと待って。おいおいおい、どういうことや、ほんとどういうことや、なんなん、関係ある今の。だから選んどは後になったんか。夏雪もう一回選ぶだろ。夏雪にしよう。夏雪だったらどんな球でもブロックできそうだしな。オッケー、そういう
そう暗くってな。ところで凌介、俺にはもう一つ今回のための秘策がある。なんだよ秘策って。これだ。そう言って夏月が取り出したのは耳栓と鼻栓。は？どういうこと？これをどうするって？俺がどっちかをつけるんだよ。いや意味わかんねえし、本当やで、なんか違うんこれ。五感の一つを地面から抑え込むことで他の感覚を鋭くする。そうすることで俺はさらなる高みへとたどり着くことができるという算段だ。バカじゃねえの。マジレス入った、マジレス。いいから決めろよ、耳か鼻か。僕がなんで毎回凌介に選ばせるんだろうこれ。せめて自分で選べばいいのに、どっちがいいですかねこれ。耳と鼻だろ。要するに耳か鼻を押さえて、やっぱ自分で選ぼう。これは音はまだなんか音でなんか判断できるものはあるかもしれんけど、鼻では判断できるでしょうっていう感じで鼻にかな。会話できなくなる、できなくなると困るし、鼻栓にしよう。なんだって、この俺が鼻声になってもいいって言うのかよ。別にどうでもいいわ。知らねえよ、だったらつけるなよ。冗談冗談、さ行こうぜ。あ、じゃあ俺読むときさ、夏雪の声読むときさ、鼻つばみながらやらなあかん、読まなあかんのこれ。鼻つばんのことをさ表現するために。ということで試合開始となったのだが、うっとうしい、こんなもんつけてられっか。あんま声変わらんなこれ。ちょっと鼻栓しとることを表現するために鼻つまんで喋ったけど、そんなに変わってない気がするな。開始早々夏月は鼻栓を投げ捨てて。じゃあなんで鼻栓持ってきとんじゃんお前は。貴様らよくもこんな孤独な真似を絶対に許さねえぞ。お前だよ。お前がやり始めたんじゃ。え、何一人で勝手に鼻栓して勝手にこっちに栓して勝手に切れてるんですか、あの人。理不尽だ。夏雪が理不尽なことを言い出した。おお、やってやるぜ。わ、めっちゃ勝ってる。めっちゃ勝ってるやん。15対0でチーム男の子の優勝。五感を制御し、高みにたどり着いた証拠だな。違うな。それは違うぞ、お前。確かにさ、五感の制御って、ちょっと意図は違ったけど、能力は上がっとるけど、違うぞ、なんか。制御してなかったじゃん。戻ろう。よっしゃ。あ、またや。まだなんか前回、なんか違うことがあったな。あれ？まだなんか直前のことが思い出せんな。まあいいや、やろう。あ、まだキャピカピしとる。森崎まだキャピキャピ。あ、味方に反感買ってる。で、ペギーってなって。あ、なんか作戦立てようって言ってきて。どっちもいかない。別にブロックなんかいかんで。ブロックはなしにしよう。マジかよ。相手チームでスパイクが打てるのは森崎だけだ。その森崎は今日やけに調子がいい。だったらなおのことブロックしねえ。だったらなおのことブロックしねえとダメじゃねえの。いや、今日の森崎ならブロックの手の位置や残ったもう一人のいる位置から確実に点をへとつなげる場所へスパイクを打ってきそうだ。なるほどな。おう、言われてみればそんな気がするぜ。オッケー、ブロックはなしだ。そして凌介、俺にはもう一つ作戦がある。何？ここまだ変わっとんちゃうんやろうな。変わっとる気がするんやけど俺。はい、変わっとる。この試合俺はジャンプサーブとスパイクを封印しようと思う。マジか、ジャンプサーブあんなに光っとったし、スパイク打たんかったら凌介打てるんかな。は、それ相手が有利になるだけじゃん。一見そうかもしれない。だが有利になるのはこっちの方だと俺は思っている。なんで。いいか凌介、ピンチというのはな、人間を覚醒させる一番の材料なのだよ。それな、完全に精神論やな。
精神論で来たな。突然精神論で来たな。ジャンプを読んでみろ。主人公みんなピンチの場面でパワーアップするから。ジャンプの話出すんじゃない。それはなんだ、ブリーチとかそのあたりのことを言うんか。なんだとって言って、次の戦いの頃にはもうあいつと渡り合えるように、戦えるようになった黒崎いじくがおる感じか。いや、それ漫画の世界の話だからだろ。あとな、魔法科高校の劣等生っていうアニメ見てみろや。あれはさ、そういうご都合主義ないんぞ。最初が主人公強いけんな、強い敵が当たったでもな、勝てるっていう、そういう話になっとんぞ。最近の漫画なめんなよ。ふっ、まあそれもそうだな。だからこそこれは賭けだ。いや、それさ、ハイリスクノーリターンって言うんだけど、夏行き。判断はお前に任せる。どうする、凌介。凌介、凌介がなんか背負っとる荷物増えとるかな。別にいや、やってみよう。どんな感じになるか見てみたいわ。まあ、負けても何かあるわけでもないし、好きにやってみたら。よーし、俺はスーパーな敵になってみせるぜ。どうなるんだろう。それ、なんですか、そのヘラグチョコサーブは。まあそうなるわな。舐められておるんじゃ。ふん、ということなら容赦はしません。おりゃ、さっきからなんでスパイクするんですか、あの人。舐められておるんじゃ。いい加減腹が立ってきました。夏木のジャンプサーブ&スパイク禁止は相手のドキでがいいかなを高めるばかりで、結果勝ちました。13対15で燃え先でも勝ちとなったのだ。すごいな。それでも13点取っとんでな。夏木、それでも13点取っとる。素晴らしいじゃん夏木。全然スーパー夏木じゃないじゃん。お前の目にはそう映ったのかもな。だが俺は限られた条件下で全力を出し尽くした。こんなに晴れやかな負けはないね。なんじゃこれ。よっしゃ、じゃあちょっとね、1回目の選択肢の方戻ります。俺のルートはこのルートしかなし。左手なしでも夏行きの力を衰えることなく、結果は僕たちの勝ちとなった。あれ、でも俺さっき負けたような気がする。あれ、負けたよ、気のせいか。うー、負けました。つまり選択肢次第ではさ、負ける選択肢もあったんやな。なるほど。ふん、甘かったな。この頃に勝負を挑もうなんて1年早いぜ。1年も、1年後は別にいいんじゃ。意外とすぐに挑めるじゃん。はあ、性格のクラメさんとのランデブーが見てみたいな。ランデブー見てみたいな。あ、でもこれはちょっと視聴者さんにさ、箱庭の歌自分でやってもらって見てもらうことなんでしょう。あのランデブーの方に入った時のルートね。森崎は力なく崩れ落ちた。勝負に負けたのは詳しいが、そっちについてはむしろ安心したの。結局どんな約束してたんですか。今日ビーチバレーが優勝したら一日クラミさんを好きにしてもいいっていう、勝手にそんな約束を。勝手にそんな約束を。本当に危なかったの。今の森崎だったら何もやることか。多分裸にしてリボン巻きつけて動けんようにしてから攻め立てる、そういうえげつないことをしそうです。怖いよね、本当怖いよね。もでもよ、お前はよくやったぜ森崎。決勝に来ただけでもあっぱれだ。そう言って夏月は座り込む森崎に手を差し出す。そんなお前の健闘をたたえて、コナミを一日好きにしている。あ、和解したパターンじゃ。負けたけど和解したパターンじゃ。これよくあるやつじゃ。これも漫画とかでよくあるやつじゃ。負けたけどさ、相手が納得してくれて結局勝った時の条件飲んでくれるやつじゃ。多分あら、やあれじゃ、さっき負けた時の選択肢やっていったけどさ、多分それと同じようなルートになるんやな最終的には。これこの後のルートとさっきの選択肢の後のルートさ、で結局1日ランデブルルートになるんやな、これ。
いいんですか？いいわけなかろう。よし、どうしようかな。いけー。こうして僕たちの球技大会は終わりとなった。パート3つ分でかけてやってきた球技大会、ようやく終わりです。なんか若干秋模様、夏なのに。帰り道みんな疲れているのか、打ち上げの類はなしで解散となる。みんなあちじりに家路に着き、家路やっけん、僕も家に向かって歩き出した。りょうすけ、あ、ほとりちゃん、最近目立たんけどようやく出てきてくれたね。歩いていると後ろから小鳥が話しかけてきた。ああ、どうかした？何か言いたげな顔ではあるが。ううん、何でもない。そう否定しながら小鳥は首を左右に振る。本当に何か重要なことでも？ううん、本当に何にもない。それならいいけど。そう言いながら小鳥はやっぱりどこか様子がおかしかった。どうした小鳥ちゃん？もしかして、もしかしてだけど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 、俺に一刻にいたくて仕方ないんじゃないの？なんだこの空気は。特に会話もなく歩き続け、やがて分かり道になる。それじゃあ、私はイーナたちとここで待つから。うん、それじゃあ。何だったんだろうな、さっきの小鳥。よくわからないが、一日の疲労に襲われ、ちゃんとした思考ができない。ああ、今日は疲れた。とにかく早く家に帰って、お風呂に入りたい。まるでゾンビのような足取りで、僕は、帰路を急いだ。球技大会編、完結。あ！え、まだ暗い世界入った。前にもあったやつ。何これ、近未来的。え、近未来の話みたいな感じなんこれ。もしかして暗い世界ってテトラやって。夢を見た。それは眩しい苔、光あふれる私の知らないどこかで、私の知らない人たちが笑って毎日を過ごしている、そんな夢。その世界って今の凌介たちの世界？もう違う世界なんこれって。未来とかそういうんじゃなくてパラレルワールド。どうかした？私を心配する声が届く。鳥の声だった。大丈夫、何でもない。そう？話しかけられたところで私の意識ははっきりしだす。思考能力を取り戻し、私は気になっていることを尋ねた。やっぱりデュオはもう目を覚まさないの？そうね、モノの時と一緒、きっともう限界だったのね。だったら私たちも同じように眠ってしまうの？そうかもしれない。そうなんだ。でもね、テトラはもしかしたら眠られずにいられるかもしれない。どうして？あなたは笹島病を克服するために作られた。私はデュオとは違うから。克服するために作られた？遺伝子の構造は全く一緒なのに。確かに構造自体は一緒だけれど、でもね、あなたが生まれた目的は私たちとは違う。だから眠らないかもしれない。トイの声はいつもより沈んでいるように聞こえた。研究の成果を出せない中でデュオが眠ってしまったのだから仕方ないと言えば仕方ない。研究？テトラ、これはずっと考えていたのことだけどね。うん、私はあなたがここにいるのがいいとは思えないの。どういうこと？だってあなたは知らないもの。知らないって何を？この世界のことよ。それは俺も知りたい。バッチ来い、トリちゃん、バッチ来い、教えて、ティーチミー。知らないということはないわ。
むしろ誰より理解していると言ってもいいはず。数字の上ででは、でしょ。え？トイの言葉の意味がつかめない。つかめたいっていうことが問題なのよ。ねえテトラ、私はね、きっとこの世界を動かすことはできないわ。止まってしまったこの世界を動かすことができるとしたら、それはきっとそれはあなた以外にはいない。なんこれ。だから私は自分に課せられた任務を放棄してあなたにかけることにしようと思うの。トリ、何かしているの？え？施設内に警報が鳴り始める。おそらくトリの仕業だった。え？この行動が吉と出るとか凶と出るかはわからない。でもね、長いことをあなたと過ごして私が出した結論だから。だから私を信じて。トリ？そしてどうか。そこでトリとの通信が途絶える。警報は鳴り止まない。トリ？トリ？もう返事はない。わけがわからず呆然とする以外にできることがない。するとその時、というところで、こんな中途半端なところですが、気圧が終わりそうなんでここで終わります。というわけで、皆さん、仕上げ。